とりちゃんです。けんちゃんです。ゆうちゃんです。ともさんです。僕たちの遊び場、今回は高木智明さんを交えて 2.5 次元あるある。これなんかまた新しい目線で見れる気がする。そうね。でもいけます。これ 2.5 次元まだ5年目まだ5年目って。待って待って、何年目？6年目。2.5 次元出る前から原作もやってたから10ちょいとか。大先輩じゃん。4年とかですけどね。ってことはさ、同期。お、同期。俺があるあるなんていいのかな。いや、メッセージはやっぱトモさんの言葉で。いきます。はい。自然と楽屋着、鏡前が自分のキャラクターやカラーが多くなる。ああ、はいはいはい。キャラクターのカラーがね。そう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 。めっちゃわかるわ。しかもグッズとかもいただくから。そう。ね、鬼滅をやった時に一番感じた。みんなこのカラーすごいそうなってたから。でもさ、キャラクターグッズとかあるじゃないですか。うん、その時もらったら、その鏡前とかに置いてるけど、果たしてその後のグッズと俳優陣どこに行ってる？あ、それ聞きたい。それは聞きたいですね。結構な量になる。ああ、そうだね。母親が全部まとめてる、そのうちの原作のとか。ああ、なるほど。あと、まあ、倉庫も借りちゃってるから。すげえな。ぎゅうぎゅうにしてます。何個か壊れてるから。そう、まあ、詰めてるから。冒険でもだから、土方歳三とかやらせてもらった時に、なんか、いろいろいただいたりして。ああ。結構、ズブズブですよね。あの、土方歳三資料館の方々の。そうね。もうリプライで見たわ。最初はだから全くこんなのやりますとも言わずに行ってたもん、ね。はいはい、で俺と翔太郎で行った時がありましたね。その時ファンの方がいらっしゃってくれて、それで気づいてくれて。なるほどね。したらいつから見に来てくれたりとか、そうですよね。そういうのがそれはあの 2.5 次元はさ、一つのキャラクターで一人しか演じてないことが多いけど、土方と一緒ってさ、いろんな人が演じてるわけじゃないですか。それに対してこう、この人の土方をリスペクトしてるとか、この人をまず真似てみようとかあったんですか？最初は嫌だったの。みんなやられてるから、比べられちゃうから。プレッシャーである。あの人の土方、この人の土方だから。俺は司馬遼太郎さんの燃えよ剣って、はいはいはい、小説があるんだけど、もう完璧あそこからだね、最初は。ああ、そう。それを読んで、そっから自分の中の土方像を作る。なるほど。今のいい情報かもしれないですね。確かに。いいですか？はい、はい、次。じゃあこれはね、物申したい。お、自分がずっとね、2.5 関わらせてもらって、はい、思ったこと。これ、知らない人、見たことない人に、あ、2.5 次元ね、と、ちょっと下げすまれる。あー、これはありますね。偏見ってことですね。偏見。そう思いますわ。自分がね、まあいろんなお芝居やってきて、2.5 に出してもらう。って感じだから、だから自分の中では何も変わらないし、耳に入ってきた時があって、だからすごい思ってたんだ。お、じゃあやってみろよみたいな。あー、嬉しい。どっちかって言ったらさ、大変じゃん。そうそう、こっちの方が。確かにね、役作りとか今結構小劇場の俳優さんとかも出てる。結構そうですよね。やると LINE 来るから、ほんま大変なんやな。嬉しいですね。大変だった。僕もだから10年前ぐらいから原作もやってたから、ペダル時期ぐらいから 2.5 ってのがすごい来たっていうワードが来て、もうその時みんな尖ってたから、どんな取材でも 2.5 次元と、いや、はっみたいな。いや、普通の舞台と変わらないですけど、なんすか。もうほんまに当時めちゃくちゃ腹立ってました。俺それだけで俺1時間全然話せる。話せるでしょ。これ酒あったら7時間いきます。これは本当に悔しい。でも後々こう 2.5 ってのが馴染んできて、ようやく時代とかいろんなものが追いついてきて、まあいいようにこうできるというか、自分俳優たちもさ、2.5 次元俳優ですってちゃんと言うようになったと。これはそれでテレビ出させてもらったりもしてるから。うわ、マジそれ一生語れるわ。ここで話す話じゃないかもしれない。いや、でもトモさんじゃないとできない。できないですよ。なんか俺らじゃちょっと言えないね。うん、面白いな。次行きますか。こっからはちょっとすいません。イケメンにファン取られました。これは俺だよ。急にどうした。これは俺が思ったこと。まさにこの二人だよ。何？一応さ、俺もさ、一応さ、俺らも見ちゃうからね。俺も、まあ舞台ずっとやってきてるから、応援してくれる方がね、俺のファンのことは同志って呼んでるんだけど、昔から劇団の時から知ってる人が、あ、なるほどね。まあ、どんな舞台でも見に来てくれる方たちがいたわけ、ね、それが東京に出て 2.5 次元出たら、お手紙とかもらったりするときに、ケンスケ君ってかっこいいね、トリちゃんって面白いねってこう入ってきて、どうも2人のファンクラブとか2人の舞台に行ってるらしいんだよ。ファン取んなよ。いや、でもそれは誤解してる。あの、ちょっと待って、俺イケメンじゃん。ポケモンってケンスケ君かっこいい、かっこいいね、うん、トリちゃん面白い。
まあ、ありがたい、まあ、ありがたいし、でもそこ不安になることなくて、僕もよくファンに、どうせね、みんなすぐ移り変わっていっちゃうから、まあ、でも今だけでも楽しんでねみたいな言ったら、その人が、私変わんないですよ、あ、そうなんだ、もう一人推してる人は高木智之なんで、私は変わりませんって言ったら、大方は両方してくれてるから、安心して。ありがとうございます。本当に先輩を。ありがとうございます。ありますあります。そんないっぱい書いてくる。これはでもちょっと思うこと。ダンスの振り覚えとセリフ振り覚えが早い。あ、若い子が。若い子。ユータロも早いね。早い。あ、そうです。僕ずっと持ってましたもんだから。みんなもう初日からもう基本的に覚えてるから。すごいと。じゃあ今度一緒に本当舞台やろうよ。確かに。安心するわ。いやマジで早いね。トリちゃんは特に早いね。トリは振りもすごい。ダンサーより早いよ。でもそれはやっぱ悪魔と取引してるんで、酒飲んだ時の記憶は一切ないんですけど、セリフだけは入ってくるんですよ。僕はセリフ覚えに特化しすぎて、ダンスの振り覚えが落ちました。確かに早い点数。この間だって俺、そう台本だ、その場でなんかこうデータ来たのをもう覚えてた。大体合ってるみたいな。その先ですから、結局覚えることは別に。すげえ、ああいうじゃん。言ってることすごいな。でもなんか今のとこすごいバランスのいい。本当ですか。めちゃくちゃいい。お、安心するわ。これ、はい、次、はい、ファンの前でも素、これ分かります？どういうことですか？これなんかで言うと、同志みたいな時は、本当にありがとうございます、いつもすいませんとか、こうちょっと作る。はい、捕まっちゃう。そう、うん、でもさ、みんなさ、あーんみたいな感じでしょ。あ、僕たちがってこと。そうそうそう。あー、普段と変わらずにいるでしょ。まあ、特にここのタイプはあるんじゃないか。そう、多分トモさんが接してる 2.5 次元俳優が特にそう。まあね、そこまで気にしないです。割とフラット。僕ももうショップ店員なんで知ってるよ。そう、そこのユータロのことは何でも知ってるよ。じゃあショップの名前は原宿のフリア。そう、正解。正解だわ。そこの延長線上なんで。確かに、でもそれはあるかもね。でもファン目線でも思えませんか。あそこ回るよりはいつものテンションで話してくれたら嬉しいみたいな。作りすぎてると絶対いずれボロが出るというか。そうそうそう。特にトモさんこそじゃないですか。え、俺ちゃんとしてるよ。絶対できない。出てくるよね、トモさんのなんかそういう部分は。素っていうか、ずっと絡まってる。だいぶ同志も気づいてると思いますよ、トモさんも。そうね。まだあるんだ。まだ痛かったよ。夢ゼリフ、仲間内で真似されやすい。あー、なるほどね。これあるね。下なんて書いてあるんですか。不用地でしね、お猫ちゃん。不愉快だ、聞いてない。まあまあ下の味になるけど、それはあるね、確かに。それがお前の戦い方じゃなかったのか。特に決め台詞を噛んだりした時はもう永遠。そうね、本当だね。なるほどね。そう、2.5 次元俳優あるあるというか、有沢翔太郎あるあるかもしれないんだけど。有沢翔太郎、坂本翔もある。そうだね。悪いとこ出るんで、あいつ悪いやつらで、毎日ね、動画残るから、うん、でそれをパソコンに、ね、パソコンに上がって、みんなそれを見て修正とかするんだけど、仲間のミス、間違ったとこだけを切り抜いてみんなにシェアするってやったんですよ。気づかた組が絶対に撮ってる。そうなの。エブチリッシュがあいつらの携帯とある。あいつら最悪だな。一番驚いたのは、有沢翔太郎とか坂本翔吾は、自分が出てない公演でそういう話があると、出てるやつにちょっと撮っといて。だから、自分らが出てない公演のちょっと面白かったハプニングを知ってるよね、我々は。ひどいな。最低なやつですよ。それはやっぱ親が謝ってもらって。俺が謝るの。だってこれの話題を出したのもトモさんだから。ちょっと代表として。代表として。どうもすいませんでした。その後。最高。間違えた。最低。そっちもあったんや。あ、どうなるんだ。あ、ねえわ。そういうところです。グッド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 。